こんにちは、市役所です。今回は株式会社東近江アグリステーションの取り組みについて、株式会社東近江アグリステーションの藤崎昭雄さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東近江アグリステーションについて教えてください。はい、東近江アグリステーションは2018年4月に東近江市と市内4つの農協とで設立し、滋賀県初の地域商社です。はい、近畿随一の耕作面積を誇る東近江市内で収穫された新鮮な農産物を地元消費者に十分供給できていない状況で、新鮮な地場農産物を安定的に生産者から買い取ってスーパーや小売店などへ供給する新たな流通の仕組みで、日々地場農産物の販売に取り組んでいます。なるほど。では業務内容についても具体的に教えてください。はい、東近江アグリステーションでは、求められている売れ筋の農産物を生産者にお願いし、生産していただいております。生産された良質な野菜をスタッフが袋詰めやパック作業の商品化を行い、自社の配送車で各取引先に納品させていただいております。これまで生産者の皆さんが手間と時間を費やしていた袋詰めやパック詰め配送を、東近江アグリステーションが少しでも担うことで、生産者の負担が軽減され、生産に集中できる時間が増えればと考えています。なるほど。では販売されている農産物を買いたいときはどこに行けばいいんでしょうか。はい、東近江アグリステーションでは、地元の皆さんに新鮮な農産物をお届けするために、平和堂アルプラザ洋菓子店の1階食品売り場や、平和堂フレンドマート古都店に、地場産販売コーナーを設けて、販売しています。はい、平和堂アルプラザ洋菓子店では、10月のリニューアルオープンに合わせて地場産コーナーを新しくなっています。それぞれの売り場には季節に応じた新鮮な農産物がずらりと並んでおりますので、ぜひお買い求めくださいませ。うん、地域の新鮮な農産物を購入できるのは嬉しいですよね。はい、そして東近江アグリステーションでは、野菜や果物などを生産出荷していただける農家さんを募集されているんですよね。はい、東近江アグリステーションでは、需要に応じた生産出荷体制の構築に向け、生産者農協さんと一緒になって取り組みを進めています。令和2年12月に東近江市中規模流通生産振興会を立ち上げました。はい、この会では、需要に即した生産物の提案や最新技術など情報交換などを行い、全大会の開催、栽培生産計画の話し合いを会員の生産者と行っています。現在、個人や法人等の89生産者に会員になっていただいております。会員募集は、随時行っておりますので、ぜひご連絡をお待ちいたしております。仲間がさらに増えて、地域の新鮮な農産物がもっと増えるといいですね。はい、東近江アグリステーションでは、農協の営農指導員さんや滋賀県の農産普及員さんと一緒になって、生産者の皆さんが栽培されている場所に出向き、栽培状況の確認や悩みを共有し、最新技術の導入や減農薬価などの提案推進をしながら、より良い品質の地場産農産物を収穫いただくよう取り組んでいます。地域の農産物を利用することによって、環境対策にも貢献できるのは嬉しいなと感じました。藤崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。